ヒラの仕様の意外な挑戦。オリジナルピザ作りの大失敗に、キングプリンスのメンバーであるヒラの仕様が、日本テレビ系の番組、キングプリンスルに出演し、オリジナルのピザ作りに挑戦しました。しかし、その結果は予想外の大失敗に終わり、共演者からは酷評されてしまったようです。この日、平野は人気企画、道の駅サンピンクッキングのロケで、 茨城県の道の駅を訪れました。彼はそこで売られている食材から3品を選び、オリジナルのピザとパスタを作ることになりました。最初に平野が選んだのは茨城の名産品であるアールスメロン。彼は甘じょっぱいピザをイメージしていたようです。次に手に取ったのは蜂蜜でした。しかし、最後に選んだのは茨城県の名物である納豆でした。この選択には共演者たちも不安を感じたようです。 試食の後、平野は微妙な表情で、あんまりいい例えじゃないかもしれないけど、歯医者さんの味がするとコメントしました。このコメントに、スタジオにいた劇団一人も驚きの表情を浮かべ、すごいショック、メロンと蜂蜜で期待してたのに、許されないかもしれないけど、パスします。と試食を拒否しました。しかし、全員での試食が行われることになりました。橋山と長瀬角は恐る恐る口に運んでいきましたが、 その反応は想像以上のものでした。長瀬はため息をつき、橋は真顔で鼻をつまみました。劇団一人は眉間にシワを寄せ、怒ってますと平野に尋ねました。そして、ほら見ろ。想像以上のまずさ、と絶句しました。平野の甘じょっぱいというコンセプトの説明も虚しく、感まずいという辛辣な評価を下ろしたのです。このピザの失敗はその後も引きずりました。劇団一人は、 歯医者の味しませんとコメントしましたが、平野は笑いながら、歯医者の方が美味しい、笑いと答えました。岸優太タが納豆パスタで高評価を得た時には、納豆ってこういう使い方するとちゃんと美味しくなんだねと発言しましたが、平野は冷たい顔で彼の評価を見つめ、怖っ。めちゃめちゃ怖い、と驚きの表情を浮かべたのです。平野仕様のオリジナルピザ作りは、 共演者たちの予想をはるかに下回る結果となりました。彼のコンセプトやイメージは正しかったかもしれませんが、味の出来栄えが思わしくなかったようです。この出来事は視聴者にも衝撃を与えたことでしょう。平野のピザ作りの床がどのようなものであったのか、番組を見た人々は驚きや同情の念を抱いたことでしょう。しかし、彼の挑戦と失敗から学ぶことも多いはずです。次回の料理企画では、 彼がどのように成長し、改善を見せるのか、多くの人々が注目していることでしょう。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。